タージャーハオ。台湾の皆さん、こんにちは。星野源です。高橋一生です。高畑充希です。映画「引っ越し大名」が台湾で10月4日から劇場公開されることになりました。この映画は引きこもりの侍が移動人数1万人、移動距離600キロ、予算ゼロという壮大な引っ越し計画に立ち向かうというとても面白い映画になっております。この不可能なミッションをいかにして可能にしていくのか、ぜひ劇場でご覧ください。お主を引っ越し奉行とすることにした。は？江戸時代の引っ越しは藩士だけでなくその家族全員による大移動。引っ越し奉行とはその総責任者である。藩を丸ごと引っ越すなんてどうすれば。お前は頭を使い、俺はこの体を使う。女抜きで引っ越しができるとお思いですか。そんなに。荷物を減らして人も減らして無理です。引きこもり侍一世一代の大挑戦。踏ん張れ。これは我らの戦にございます。一発逆転なるか。超難関ひろごと引っ越しプロジェクト。この行列通さぬくせ者どもを撃て。国の存亡をかけたこの引っ越しクリアできるのか。荷造りかかれ。引っ越し大名。